この時を待ちわびたぞ、キバカ。私はキバを求めている。そのキバを得れば、より強大な力主に己を変えられるのだ。父上の亡骸の体内に収められし法と、一振りで百匹の妖怪をなぎ倒すというキバの剣、その名を鉄斎が、ついにたどり着いたぞ。だが鉄斎がの結界に阻まれ、触れることも許されず、武器ではない癒しの刀として天聖画を与えられる。それでそれをもって人助けをして回れとでも言うのか。ふざけるな。なぜ父上はこの殺生丸をそこまで。犬夜叉、あまり思い出したくないなだな。偉大なる父上の力、人間に対する慈悲などという心を私は受け継がなかった。人間の女を、貴様の母を思うなど、生まれた心の隙が父上をこの亡骸に陥れた。犬夜叉、貴様の体には汚れた血が流れている。汎用などに何ができる。汎用ごときに鉄斎画が哀れだと思わんか。名刀も丸太も同じ、犬夜叉は力任せに振り回すだけ。使い手によって刀は生きも死にもする。貴様はこの程度のものだったか。己、犬夜叉め。ならばもともと貴様は鉄斎画を持つ資格などなかったということ。弱ければ殺す、そして捨てる。鉄斎画も、この天聖画も、もとよりこの左腕は失っている。父上が犬夜叉に残した鉄斎画によって。だがそれを恨んでなどいない。あくまで戦いの上でのことだからと。この殺生丸は逃げてなどいない。父上が何を思い、私に天聖画を与えたか、そんなことはもはや興味はない。もはや話すことなど何もない。天聖画、抜けというのか。なるほど、試してみるか、天聖画の力を。犬夜叉、貴様と私は死ぬまで戦い続ける運命にある。よく覚えておけ。